それでは記者会見を始めさせていただきます。日本共産党は本日ですね、ブラック企業規制法案を参議院に提出いたしました。それについて、記者会見で、報告したいと思います。若者をはじめ労働者をですね、大量に採用し、そして、広い働き方で、病気やさまざまな障害に追い込んだ挙句ですね、大量に辞めさせるというブラック企業が一大社会問題になっております。で、選挙戦でもこのブラック企業の規制ということを日本共産党訴えてまいりましたが、その公約の実践の第1号として今回の法案を提案いたしました。で、法案の概要についてでありますが、主に2つのですね、方向でブラック企業を規制を加えるという考え方に立っております。一つはですね、違法行為へのペナルティの強化や、長時間労働の規制という、規制の強化という点です。もう一つはですね、離職率の公表などを、情報公開によって、社会的な批判と抑止力を作る、この2つの方向でブラック企業を規制しようという内容になっております。で、同時にこの法案というのはもちろんブラック企業と言われる企業にだけでなく、違法なサービス残業の根絶やパワーハラスメントの規制などですね、多くの労働者に共通する問題の解決にとっても力になる法案になると思います。で、法案の概要ですが、ブラック企業規制法案要綱案というのをちょっとご覧いただきながら聞いていただきたいと思うんですが、まず第一の柱は長時間労働の是正であります。で、そのためにまずですね、労働時間を正確に把握記録し、職場から長時間ただ働き残業をなくす仕組みを作ると。そのためにですね、各事業所ごとに労働時間の管理台帳を作成し、管理職を含めた全労働者の労働時間を正確に記録把握するということをですね、使用者に義務付けるということを法律に明記すると。で、職場からですね、労働時間をチェックすることによって長時間ただ働き残業をなくして、そして追い詰められている労働者を救済することができるようにですね、本人だけでなくて本人の同意があれば職場の労働者や家族友人もこの管理台帳、賃金台帳閲覧できるようにすると。それから2つ目にですね、年間残業時間の上限を360時間にするとともに連続出勤を制限すると。で、残業時間については、年間360時間が基準として決められています。しかしこれは労働省の告示ということで、法的拘束力が明瞭ではありません。これをですね、労基法に明記して残業時間の上限を360時間にすると。そしてですね、連続出勤についても、今の労働基準法が、4週間を通して4日の休日ということになっているだけなの で、これをですね、改めて、7日ごとに1日の法定休日を保障するという形での、連続出勤の制限ということも法文上明記する。これは今の労基法にとっての体系にとってはですね、大改革になるんですが、それをきちんと明記するということです。から連続11時間の休憩時間の保障ということを、これも法制化するということを提起しています。これ EU では、11時間の休息時間ということが法制化されておりますが、これを日本でも盛り込もうというのが提案の趣旨です。さらにですね、サービス残業が発覚した場合に残業代を2倍にすると。今サービス残業というのは発覚してもですね、通常の残業代を払えばいいと
ということになっていて、まあ、それがですね、いわばこの無法のやり得になっているわけです。でこれをですね、いわば2倍にすることによってですね、ペナルティの強化によって、サービス産業が企業にとって割の合わないものにしていくと、そのことによってなくていこうということを提起しています。2つ目の柱はですね、離職率、離職者数を公表し、就職情報と広告の適正化を図る。バッキーの特徴の一つはですね、大量採用と大量離職にあります。ですからここをですね、公表するようにする。求職者、すなわち、就職活動を行う学生さん、生徒さんを含むですね、まあ、求職者がですね、就職を希望する会社がブラック企業に該当するかどうかを判断できるように、新規採用者数と退職者数を企業が公表する制度を作るということを提起しています。そのことによってブラック企業を目に見える形にしていくということであります。それから求職者からの問い合わせにもハローワークなどがしっかり答える制度を作ること、賃金の内訳を明示させ、誤大広告、虚偽記載をやめさせること等々のですね、一連の情報公開によって、まあ、ブラック企業の、まあ、実態をですね、まあ、社会的に明らかにして、そして社会的な抑止力によって、この企業の在り方を是正するというのが2つ目の柱です。最後にパワーハラスメントについて、これをやめさせる条項を労働安全衛生法の一部改正という形で盛り込んであります。まあ、達成できないノルマを課して、精神疾患や過労死、過労自殺に追い込んだり、あるいは追い出し部屋に隔離して、繰り返しの面談で退職を強要するなどのパワハラをやめさせると。で、そのためにですね、厚労省はパワハラ行為を行った企業に対して、助言指導勧告を行い、勧告に従わない企業は公表するという、ことを厚生省はしっかりやるように対応を求める内容を盛り込みました。以上が主な内容であります。で、ブラック企業の一層という問題はやはり若者をですね、使い捨て使い潰す働き方についてはもはや一刻の放置もできないということは言えます。それからブラック企業を放置しましたら日本全体の労働条件の悪化をもたらし、日本の企業経営とそこに働くすべての人たちの生活に大きな被害をもたらします。ですからブラック企業の根絶というのはですね、ブラック企業で働いている人にとって切実な課題であることはもとよりなんですが、日本社会全体にとってもこのブラック企業がずっと広がってきますと、ブラックな働かせ方をする企業が結局広がっていくということにもなっていく根源にもなりますから、全ての働く人にとっての本当に切実な問題であります。まあ、そういう問題としてこの法案を提起をいたしました。さらにですね、こういうブラック企業が成り立つのはですね、やはり根源には非正規労働の拡大ということがあると思います。で、正社員で募集すればいくらでも人が集まるというね、労働市場になっているのは非正規社員がどんどん増えて4割近いというこの土壌の上にですね、ブラック企業が今広がるという問題があります。ですから今政府が進めているような労働法制の規制緩和の路線にですね、これ反対して、で労働のルールをきちんと作り上げていく、非正規労働の正社員化を図っていく、均等待遇のルールを作っていく、こういう一連のですね、取り組みを同時並行で進めていきたいと考えております。で、私たち今回の法案の提案をしたわけでありますが、ぜひですね、国会に提出したわけですから、この規制法案についてはこれは政党政派の立場を超えてですね、真摯な検討と審議を行うことを全ての会派に要請していきたいと思います。合わせてですね、労働者、労働組合もとより経営者の皆さんも含めて国民的な議論でブラック企業を規制し、使い捨て使い潰す働かせ方をやめさせる法改正が実現するよう力を尽くしたいと思います。
で法改正ぜひ実現したいと思いますが、この法律の内容でですね、現実の政治を前に動かす、そういうことも大いに力を尽くしていきたいと思っております。まあ、以上です。何かございましたらどうぞ。はい、ちょっと NHK の話ですね。はい、こっちのために書かれてあるんですけど、その提案理由の中に政治の責任というこれ文言がある、ここについてちょっと説明していただきます。確かにブラック企業といった場合ですね、企業の責任が大きいわけですよね。ただこれ自然にこう生まれてきたわけじゃないわけです。自然現象じゃないわけです。やはり日本で、働く人の人間らしく働けるルールがあまりにですね、弱いと、あるいは存在しないという土壌の上にこのブラック企業って生まれている。先ほど話したようにですね、労働基準法では残業時間の上限も法律では決められていないわけです。サブロック協定といって労使で決めればですね、青天井で、まあ、どんな長い残業時間でもですね、フリーになっていると、まあ、こんな国はヨーロッパはないわけですね。ヨーロッパは全部残業時間の上限というのは法律で制限されている。ですからこれはですね、ブラック企業が生まれてきたというのは企業の責任があるけれども、根本はですね、日本であまりに働く人の権利を守るルールが存在していないというところにまさに政治の責任が問われている。ですからそういうルールをしっかり作っていこうと、合わせて情報公開もやっていこうと、そしてこのブラック企業をなくしていこうという、そういう考え方です。はい、共同通信どうですか。共産党が法案を出すのは久しぶりだと思うんですけれども、今後のこのような形で法案を出していくのか、ちょっと方針を聞きたいんですが。出していきたいと思います。で、私たち今回の参議院選挙で、議案提案権を得たわけですね。ただ予算を伴う議案提案権ありませんから、これは高い派との協力が必要になってきますけれども、今回のような予算を伴わない法案はですね、単独でも出せますから、これはどんどん出していきたいと思っております。今国会で他にも計画しているのはあるんでしょうか。いくつか検討しているものがありますが、今後どうしていくかはまだこれからの問題ですが、例えば労働関係、雇用関係のものは基本的に予算は変わってきません。ルールを作るという意味ではね。ですからこういう問題は私たちいろんな形で提案が可能だと思います。他にも、できることが大いにやっていきたいと思います。でぜひね、法案出すからには成立を図るというのが大目標ですけれども、同時にね、法案の内容に即して現実の政治を動かすという運動を促進するということも大事だと思っております。かつてですね、サービス残業根絶法案というのを私出したことあるんですよ。で法案自体は成立しませんでしたけれども、結局法案の中身をですね、即した運動をやることによって厚労省がね、サービス産業の規制の通達を出して、そしてずっとサービス産業の根絶の取り組みが進むということもありました。ですから法案の成立を目指すとともに、国民運動と一体になって法案の内容で現実を政治を動かすと、両面で頑張っていきたいと思っております。はい、共産党これまでそのいわゆる対案主義というのを掲げられていましたけれども、これはいわゆるその流れなんですが、それもまた新しいその何とか主義というんですかっていうのを打ち出したということを、いや私たち、ともかく今の安倍政権の暴走に正面から対決すると、対決と同時にどんな問題でも国民の立場に立った建設的対案を示すと、対決と対案と、そして国民との共同ということを一貫してこの間貫いてきました。その具体的な、行動の一つだと、特に、議案提案権ということを得たので、これは国民からいただいた大事な権利ですから、どんどん行使しないと責任果たせませんから、その第一号として今回の行動をやったということです。